さんの巧みはですね、卓越したその見る感覚っていうんですか、そういうところがあります。特に、要求されるのは機械ではできないところの計測を人間の感覚で組める人間です。まず人数から言うと5名います。エンジンを作るにあたっての情熱、この情熱を持った人が一番やっぱり条件となると思います。GTR のパフォーマンスは最高のパフォーマンスをしなくてはなりません。なぜ手作りかというと、例えば部品一つ一つにとっても加工精度がものすごいいいです。でもその加工精度のいい部品ですね、組み合わせるとやはりギャップが生まれます。ギャップがないか手でなぞりながら全て合わせながら組みます。これは他の、エンジンでは絶対やってないことですね。まずクランクシャフトのインストールですけど、隙間はミクロン単位の計算をしています。例えば、そこに小さなゴミとかコンタミネーションですね、入った時に機械では OK な数値でも匠のメンバーは回した時に何か違うと感じます。これはもう匠だけの技でもあります。ピストンの挿入工程です。そこに、コンタミネが入ってないかハンマリングして音で聞き分けて、次の工程に行きます。タイミングチェーンですね。例えばアイドリングで手で触った時に震えがきます。普通の一般の方では分からないぐらいのレベルの震えです。それがですね、2コマ3コマずれてしまうとバルブとピストンが当たってしまいエンジンがダメになってしまうと。最初にエンジンかけるときですね、必ず3000回転までレーシングします。オイルをエンジン内に回しながら音の確認をします。手のですね、ここの中指のこのお腹の部分ですね、ここをですね中心にして自分の振動となるようなところですね、そこに手を軽く添えます。軽く添えた時に手先にずっと伝わってくる振動の割合っていうんですか、そういうものを感じ取ってます。手で触ってその手から伝わってくる振動でその人のフィーリングで体全体で聞き取るって言った方がいいんですかね、そういった聞き取り方をして判断してます。16マイナーよりか17マイナーの方が正確さが求められます。特にバルブクリアランスの部分でも絶対妥協は許されません。仮に10ミクロン変わってしまうとサーキット行った時には全然エンジンのパフォーマンスが変わってしまって全く性格の違うエンジンになってしまいます。私たちのできる限りのことをして組み上げたのが17年モデルでもあります。